みなさんこんにちは。今日はこれを紹介しますじゃん。シクロおばさんは団地です。開けよう。シクロくん、お水持ってきて。はいはい。おも、ママのお手で切らないようにね。はい。これと、あ、ポテトのもと、まずこれ使っていこう。これ名前みたいだよね。これ鏡みたい。鏡みたい。あった。あったか。あ、ここにお水入れるっぽい。スプーンもついてるんだよ。これが入ってました。また作りまーす。ようじと、ハタです。できた。できました。じゃあ、何作りましょうか。ホンテルを作りまーす。よろしく頼む。水持ってきたかい？持ってきた。お水3杯入れます。ママ入れるね。うん。お兄ちゃんこぼすと悪いからね。ママ入れるね。もっといっぱいいっぱい。もっといっぱい。濡れてのもと入れます。いいよ。スープに混ぜます。匂い。次はポテトです。これポテト、え、ここに入れます。はい、入れます。早く刺したいよ。ここに乗せるの、ちょっと汚いんだけど。これ大好き。はい、はい、じゃあ乗せますよ、ね、じゃあ乗せますよ。はい、切ってもいい？これ切るの？難しい。疲れや。疲れた。これも置いてください。ポテト、はい、はい、じゃあもうちょっとポテトできました。じゃあエビを作ります。はい、じゃあこれエビの素入れます。難しいよ。できた。次はチキンライスです。あ、ピーチ味に変わってきた。ビュービュー、ビュー。チキンライス作りました。次はケチャップです。こういう方に袋入れたら作れるやつ。そうそう。次はミートボールです。ペロン味。コーラ飲んでする。うん。あとは何作りますか。ミートボール丸めてください。はい、丸めた。はい、じゃあここ入れてください。はい、ケチャップかけます。ミートボールできました。はい、はさいだ。ここにかけてください。ここに、はい、エブフライ作ります。エブフライに衣をつけます。って言ってる。エビフライできました。これでいいんだよ。そこでいいの。うん、じゃあ二つがいいな。できました。いただきます。おいちゃんは、おいちゃんはこれ。ポテト、あ、ちょっと、ちょっと、それあげなさい。違う、これだよ。ほら、あげるんだよ。分かった、分かった。
食べます。おいしい。うん。おいしい。ごちそうさまでした。おちこま男子を作りました。バイバイ。チャンネル登録お願いします。次の方見てください。バイバイ。またね。わあ。ふん。